シェルパチャンネルでは皆様、こんにちは。第57回のシェルパセミナーを開始したいと思います。最初に話題提供者2人の自己紹介を簡単にいたします。最初に話す私の方からで失礼します。シェルパメンバーの東京学芸大学の薄倉美里です。よろしくお願いいたします。じゃあ、佐藤達樹先生、お願いいたします。 はい、えー東京学芸大学講師のえ佐藤達樹でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。では、あの佐藤先生、一旦カメラをあのオフにしていただきます。では、第一部これから始めるんですが、最初あの私の方がお話をさせていただいてえ、途中、佐藤先生にバトンタッチをして、最後また私に戻ってくるという形で1時間弱ぐらいですが、お付き合いください。では、早速ですがえ画面の共有をさせていただきます。少々お待ちください。 はい、では、ご覧になれていらっしゃるでしょうか。では、第1部の方を始めさせていただきます。今回のテーマは、大学入学共通テストということで、入試が変わりました。大学入試センター試験から4年ほど前ですかね、大学入学共通テストというものに変わったわけですが、この入試が変わって何が変わったか、何,何か変わったかということで、話題に提供させていただきます、えーと。本日のメニューになります。4つ用意しております。 1>, 1番、センター試験から共通テストになって、何が変わどう変わったのかということですね。あと、じゃあ、変わった後の共通テストってどんなテストなのっていうことをあの、シェルパ風の切り口でご紹介したいと思います。3つ目、じゃあ、その変わった共通テストっていうのは、当然、まああの、受験生の英語力を測るためのテストなんですけれども、ちゃんと英語力を測れているテストになっているんだろうか、そんな疑問の声が上がったりしてますので、そのあたりについて少し話題提供をしたいと思います。 そして4番目の最後は、えー、共通テストがですね、来年、えー、今、今年二2024年だと思うんですが、えー、来年の1月実施、2025年1月実施の共通テストから、まあ、あの新指導、新学習指導要領完全対応というふうになりますので、また少し共通テストにも動きがあるらしいという情報が入っていますので、そちらを皆さんにご紹介したいと思います。では、えー、早速始めたいと思います。 共通テストになって、センター試験からどう変わったのかという話をします。こちらに項目をあの、主な項目を挙げさせていただきました。まず一つ目は、えー、科目名が今までは英語、括弧筆記、英語、括弧リスニングだったものが、えー、共通テストに変わってからリーディング、リスニングという2科目になりました。 そして今までは点数の配点が英語、筆記の方が多かったわけですけれども、共通テストになってからはリーディングとリスニングが同じ配点、100点満点というふうになりました。この共通テストの点数を各大学が入試で使うときに比重を変えるということは認められていますけれども、共通テスト自体の得点というか、配点は両方とも100点満点、同じ比重ということになりました。そしてリーディングの方から、 発音アクセント問題と文法独立問題という、ま、過去の大学入試センターでいくと、えー、と第1問、第2問、えー、とあたりですかねで、出ていた問題がなくなりました、まああの。テスト名がリーディングになったということもありますけども、もう第1問目から、えー、文章を読ませて、えー、と読み取りを問うような、ま、問題に変わったというところが大きな変化でした。4つ目ですけれども、あの大学入試センターのときは、えー 次の文を読んで以下の問いに答えなさいみたいなあの問題文の指示が書かれていたと思うんですが、この指示文がよりあの英語を使う目的、場面、状況を意識した学習をしましょうというふうに指導要領があの変わったということもあって、共通テストにおいてでも、あの主にリーディングですけれども、あなたが今、何をしていて、何のためにこの文章を読む必要があってとっていうような目的、場面、状況の設定、説明が英語,英語で書かれたものが加わりました。 最後5つ目ですけれども、リズニングに関しては、大学入試センターまでは基本的には英語はすべて2回読まれていたと思うんですが、共通テストになってから、前半部分の問題は2回読まれますが、後半部分の問題は1度しか英文が読まれないというふうに変更になりました。そして一番最後ですが、まあ、英語の種類が大学入試センターのときまでは、まあ、 あの基本的には、英語、アメリカ英語だったと思うんですが、共通テストになってからは、多様性を、英語も多様化しているということもあるので、英語と米語、アメリカ英語とイギリス英語というものの両方を使って出題をしますよという方針が出されました。でこのあたりが共通テストのフレームワークとして、大きく大学入ンターから変わったことになります。では、中身について少し行こうと思います。え共通テストって、じゃあ、こういうフレームワークで変わったわけだけども、 中身っっててどんなななうにいいいるのかなということとこをお話ししたいと思いますえ今回、2つの観点からお話をしたいなと思っていまして、1つはえ、これはあのシェルパプロジェクトでも今まで何回もいろいろな機会に私たちが申し上げていることですが、まあ、中学英語、まあ、それを私たちは基礎力と言い換えたりしていますが、この基礎力の観点から共通テストを眺めたときに、どんなふうにテストがなっているんだろうかというお話をしたいと思います。 2つ目は、1分1分という短文レベルの枠を超えて、やはり文章を読ませたり聞かせたりしていますので、文と文のつながりという観点で共通テストの問題を分析したら、あの大学入試センターと比べてどういうふうになっているのかというようなお話を、こちらは佐藤達樹先生の方からしていただく予定です。では、1つ目の中学英語基礎力の観点から共通テストを見てみたらどうだという話に移りたいと思います。 えまずこれまであの我々、SHERPA プロジェクトでセミナーであったりとか、YouTube のシェルパーチャンネルで主張してきたことというのと、あとは SHERPA でも、SHERPA とか ARC でもあの選書を出したりしていますけれども、まあ、日本の大学入試を分析した先行研究というものがいくつかあるんですが、まあ、そういった先行研究で言われていることというものをまずこちらにあの示させていただきました。2点あるんですが、1つ目。 まず、中学英語基礎力の定着の重要性というものを、シェルパープロジェクトではずっと折に触れてあのご説明をしてきたかなと思います。まあ、シェルパープロジェクト自体は、高校英語授業改善のためのプロジェクトなので、高校英語の授業をより良くするためにどう,どういうことができるかというようなことを先生方にご提案をしてきたわけですが、まあ、あのシェルパープロジェクトがずっと言っているのは、中学英語というのが、 高校で学ぶ英語の土台基礎になるもの、あるいは高校だけではなく、それ以降の英語学習の,あの基礎になる、とても大事なものだという話をまずしていて、ただそれは中学校を卒業する段階で、じゃあみんな中学校3年生がその基礎となる部分を使いこなせるだけの英語力を身につけているかというと、そんなに簡単なものではないと。中学校3年の段階で、それまでに学んだことが全部身について中学校を卒業するなんていう。 あの甘いことではないというお話をしてだ、だからこそ高校に入ってから中学英語の基礎というものをより定着をさせるようなことを意識した授業というものを展開していくべきだというお話をしていたかと思います。で共通テストにおいてもあの、この中学英語の基礎力の定着というものが、実は共通テストでいい点を取るためにも必要なのではないか、そんなお話をしたいと思っています。で二つ目に関しては あの、今日は、えっ、ー、と、今日も少しお話しするかと思うんですが、そういった、まあ、中学英語の基礎力というものを、あの、中学で終わらせないで、高校に入ってからも引き続き身につけさせるということが大事なんですが、その先にある大学入試においても、この中学英語の基礎力がしっかりと定着しているということがあの、まあ、良い得点を取ったりとか、あるいは入試を突破するために、あの、キーになるというようなことっていうのが分かっていますので、そんなことをご紹介したいと思っています。では、えー、 こんな話をまあしていますと、よくセミナーとかであのお話としてコメントとして出るのが、まあ、中学英語が基礎でそれが大事っていうのにはまあ異論はないと。でも果たして中学英語で大学入試はいけんですかっていうようなあの素朴な疑問というのをたくさんいただきます。でお答えをすると、まあ、大丈夫だっていうことがあの我々がこれまでやってきた研究でわかっています。ただ条件があって、 ちゃんと中学英語を使いこなせるようなところまで身についているのであれば大学入試は突破できますというお話で、中学校の教科書をすごく時間をかけてゆっくりゆっくり読めるみたいなのでは到底大学入試に対応できるような基礎力ではないということは言えるかと思うので、ちゃんと定着をさせてあげれば中高の6年間を使って中学で学ぶ基礎の英語を定着させてあげれば大学入試も大丈夫だということは言えると思います。 では、その基礎力と大学入試の関係性を調べた研究をいくつかご紹介したいと思うんですが、あのもう結果をじらさずにお伝えしてしまうかなというふうに思っています。私と佐藤先生が今日お話しする内容のサマリーがここに載っています。まず一つ目、中学英語が定着している生徒は共通テストでもいい得点を取れました。 共通テストの文章を分析したら、中学期中の文法事項のみで書かれている英文がほとんどでした。高校で新たに学ぶ文法事項というものが、あのふんだんに出てきているというわけではなく、基本的には中学校で学ぶ文法事項で構成されている英文がほとんどでした。で最後、えー、文と文のつながりという観点からいっても、の共通テストに出てくる接続教文というのは、基本的には中学校で出てくるようなベーシックなものが多くて、 ちょっとあまりこう馴染まないの難しい接続表現が出てきたりっていうようなことはあの見受けられませんでした。そいうことです。ではあの一つ一つを詳しくお話ししていきます。まず一つ目です。え中学英語が定着していると大学入えっ、ー、と入学共通テストもいい点が取れるということに関しては今この表をお見せしているんですがえっ、ー、とこちらはえっ、ー、と都内のある私立高校の高校3年生70名の人たちに 我々シェルパプロジェストが作っている中学英語定着テストっていうテストを受けてもらいました。これが表の中の左側で縦の列に並んでいるものです。速読テスト、描写テスト、ライティングテストですね。あと和文英訳、リスニングテスト、ディクテーションテストというものをまず受けてもらいました。で中学英語基礎がどのぐらい定着しているかなというのがこのテストで分かります。 同じその高校3年生が、えー、当時の共通テストを受験しました。その時の自己採点の結果というものをいただいて、中学英語の定着テストと、ご本人の、えー、受けた共通テストの自己採点の得点が、どのぐらい関係性が強いかというものを、相関係数という数値を出して示したのが、この表になります。で、あの数値を見ていただくと、小数点があって、ポイント375とか書いてあるんですけど、これは0.375、えー、とっていうことなんですが、 1.0に近くなればなるほど、えー、関係性が強いということになります。つまり、定着テストがよくできている人は共通テストもできているっていうような傾向がより強く見られるということです。で見ていただくと、あの特にあですかね、ディクテーションであったりとかって一番下の,あの量を見ていただくと、 中学英語を調べたディクテーション、中学英語の定着を調べたディクテーションテストと共通テストのリーディング・リスニング合計との相関係数が0.6から0.7という、これは非常に高い数値というふうに言っていいかと思うんですが、かなり関係性が強いということが分かったので、中学英語が定着をしていればしているほど共通テストでもいい点数が取れるというようなことが分かりました。これが一つ目のデータになります。 でえっと、2つ目なんですが、今度はじゃあ共通テストの文章をちょっと分析をしてみました。であの中学英語の文法事項のみで書かれている文が、リーディングとリスニングでどのくらいの割合を占めているかというのを調べた研究があるんですが、その結果を今、えっと、ご説明をします。まずこちらはリーディングの方の分析結果です。 えー、令和4年度、5年度、6年度という直近の3年分を調べたんですが、見ていただくと分かるように、まあ、8割から9割ぐらい、8割弱から9割ぐらいの文章が、えー中学へ、中学で導入された文法事項のみで書かれていて、高校で新たに導入される、例えば関係福祉であるとか、えー、と分子構文であるとか、そういったものが含まれている分というのは、もう1割から2割に満たないというあ、1割から2割程度ということが分かりました。 じゃあ、リスニングの方はどうだというのを次のスライドでお示しします。えリスニングになると、もっと割合が増えます。中学英語で書かれている文章の文の割合が跳ね上がってですね、もう98%とか95%弱といったような文章が、えー、中学英語で、中学で導入される文法事項のみで構成されていました。高校で新たに導入されるような文法事項が含まれている分は、本当にもうわずかということが見て取れるかと思います。 この2つの結果から言えることとしては、まあ、あの共通テストで出されている文章を中学英語の文法事項という観点から見ると、あの中学英語の文法がしっかり定着していれば、まあ、語彙の問題もあるかと思うんですが、えー、と文法の観点から言うと、中学英語はしっかりできていれば、少なくとも理解はできるだろう、ほとんどの文章を理解することができるだろうということがわかります。 え私からのえお話は一旦ここまでになって続いて佐藤先生の方から文と文のつながりの観点のお話をしていただこうと思いますでは一旦私の方は共有を停止させていただきますでは佐藤先生よろしくお願いいたしますはい、お願いしますじゃあ共有をしますはい見えてますでしょうか大丈夫でしょうか、ね、はい大丈夫ですはい。 はい、ではえっとバトンタッチしまして、私の方からはえっとディスコースマーカーというものに焦点を当てて共通テストの話をしていこうと思います。でえっと、まずですね、共通テストをちょっと1回離れまして、なぜディスコースマーカーかというところを少しお話ししておくと、えっと、現行の学習指導要領で論理的に考えるですとか、まあ、論理に工夫するというようなことがどの科目でも これは全部高校の学習指導要領から引っ張ってきていますが、まあ、重視しています。でえー、と例えば、国語だと論理国語という科目ができたり、英語科目だと論理表現という科目目になったりしています。でその中でまあどう論理を教えるかと いう中で学習指導要領ではどう定義しているかというと,、えー、と、英語ではまず一つは理由や根拠、具体例を明示しましょう。ライティングやスピーキングでですね。えー、ということですとか、あとは構成例とか展開例を、えー、指導の中に入れましょうということが入っています。でまあ、これに合わせてもちろん教科書も作っているわけですが、じゃあどうやってこの理由、根拠、構成などを勉強させるかというところでディ,あ、えー、とディスコースマーカーがどの教科書も 並べ始めていると,で、えー、と今、令和6年度の、えー、高1、高2、高3と教科書が出ましたが、えー、どの教科書も大体いいディスコースマーカーを並べて、えー、こういうディスコースマーカーがあって、こういう使い方をしてというふうに、えー、そういうまあページ構成になっていることが多いです。でどうもなんかディスコースマーカーを教えると、論理を教えることになっているという感じになっていますが、 えとちょっと1つ、2つ、3つくらい出しますので、ちょっと考えてみてください。えー、今、画面に出していますね。カッコの中は何が入りますか各自考えつつ。えー、出席番号中に弁当を受け取ることになった。えー、ほにゃらら最初に弁、最初に弁当を手に取ったのは渡辺くんだったと。えー、とまあ一番多いのは、えー、しかしとかデモとか、そういう逆説系を入れる人が多分多いと思うんですね。 でそれはなぜかというと、まあ、出席番号というのは、一般的には、えー、アイウェイを順に、えー、並べる、並ぶからということなんですけども、まあ、一部の学校では、えーと、アイウェイを順ではなくて、誕生日順に出席番号を並べる地域というのがあるのですね。4月1日生まれが一番になるとで。そういう文化で育ってきた人からすると、ここ何が入るかというと、まあ、よくわからんと。えー、あるいは、まあえー、それでとか、だからとかで今、まあ、入れる可能性があるということですね。 えーまあ、つまりですね、ディスコースマーカーは一つに決まらない、えー。正解は1位に定まらないというところが一つポイントとしてあります。はい。えっ、ー、と、もうあと2つ出しますが、ちょっと比べてもらってですね。えー、A、バラ科の果,、A、果物に対してアレルギーがあるので、なんたらかんたらと。B がバラ科の果物に対してアレルギーがあります。あと、なんたらかんたらと。 でこの後に来ているものが、まあ、知っている方もいらっしゃると思いますが、まあ、知らない方もいらっしゃるだろうとで。これが推測できるわけですね。具体的に何の食べ物かっていうのはまではいかなくても、例えば A だと脳、まあ、出だから、まあ、これがバラ科の果物であるということは推測できると。で、B の方はは、あとがあるおかげで、まあ、バラ科の果物ではない,のないのだろうということが推測できると。まあ、ちなみに A がさくらんぼで、B がライチなんですが。 ディスコースマーカーがあるおかげで推測ができるということがありますね。先ほどの学習指導要領はライティング・スピーキングの話なんですが、まあ、こういうふうにリーディングにおける、例えば推測のストラテジー指導につな,げつながる可能性ですとか、まあ、一番のように、まあ、あるいはもしくは異文化理解につながるような、そういう可能性もあるということです。とにかくディスコースマーカーがなんか重視されてきているという流れの中で、共通テストに戻りますが、 じゃあ、共通テストがセンター試験から変わって、このディスコースマーカーがどうなっているかということを、えー、今日お話しするメインの話になります。えー、まあ、長くなったということは、えー、なんとなく、えー、知っている方も多いと思うんですが、ただ長くなっただけなのか、えー、というようなところですね。特に、まあ、また話になりますが、えー、この次の1月から新しく、えー、共通テストが変わると。 でその時に論理ということを強く押し出した学習指導要領の共通テストになりますので、ま,あ、またそこで変わるのではないかとで。とりあえず現状でどうなっているかなということですね。はい。えっ、ー、と、いくつか、えー、と結果を出しながら大事なところをピックアップしていきたいと思います。ディスコースマーカーの中で一番多く出てきているのはです。まあ、圧倒的にが多いとで。がセンター試験から共通テストでどのくらい増えたかということですね。 で全体の語数が増えていますので、当然も増えています、えーと。右上に出していますが、全体の語数としては、リスニング、リーディング合わせて、えー、6000語ぐらいから8000語ぐらいになっていますので、全体としては1.33倍くらい増えています。同じように増えていたら、まあ、語数が増えたから増えたねというような話になるんですが、これ一番右側ですね。えー、1.33倍以上、えー、出現頻度が増加しているということになります。 でえっと、上のまあ名詞とか形容詞をただ並べているというものも増えているんですが、動詞を含む句ですとか、文、節文とまあ大きな塊のつなげるアンドという増加率が全体の増加率よりも増えていると。そうなると、一文の長さがまあ単純に長くなっているだろうということですとか、文の構造がまあだいぶ複雑になっているだろうということは、えー、傾向として見えるかなと思います。単純に全体が長くなっているというだけではなくて、構造自体が難しくなっている可能性があると。 はいまあ、一番多いのはなんですが、じゃあ、それ以外のディスコースマーカーはどうなっているかということを、代表的なものだけピックアップしてお話ししたいと思います。えっと、今、画面に出しているのは、ですね今の高校の教科書でよく出てくるディスコースマーカーの1位から40位です。これは単純に出てくるものではなくて、これはディスコースマーカーですよと、明示的に出している上位40個になります。 じゃあこれが共通テストでどれくらい出てきているかということをちょっと比較しています。でここに載っているものが、そのまま共通テストでも出てくるのであれば、まあ、教科書をやってればいいという話になりますし、出てきてないものがいっぱい出てくるということになれば、教科書では足らないということになりますし、逆にこれ、こんなに出てこないということになれば、まあ、教科書が供給型であるという話になります。はい、とこちらが、えー、と結果になります。 えっと、赤で示しているのがですね、えっと、よく出てくるディスコースマーカーですね。で、えっと、緑ですかね、緑で出しているのが、えー、あまり出てこないディスコースマーカーです、えっと。1年あたりの頻度にしていますので、例えばセカンドだと、まあ、要するに8回受けて2回しか出てきてないということですね。でインコンクルージョンとかファーストボールとかは、まあ、全く出てきていないということです。 でまあ、ざっくり見ていただくと分かる通り、中学校で習うものが当然いっぱい何度も出てきていて、えー、中学校で出てきてないものはあんまり出てこないと。あとは、後でちらっとまた話しますが、よく出てくる列挙型のセカンドとかサードとか、ファーストボールとかは、えー、意外と共通テストでは出てこないということ、あとはまあインコンクルージョンとか、ツーサムアップとか、えー、結論を表す表現もあまり出てきていないということが分かります。 ちなみに全体ですとえ、共通テスト1回受けると172回平均として出てくるので、まあ、ディスコースマーカー自体はいっぱい出てくると、ディスコースマーカーの指導自体は大事なんですが、じゃあ、どれを教えるかえ、どれを優先的に教えるかっていうところが、えー、問題になってくるということです。でまあ、これバッと出されても、なんかごちゃごちゃしてよく分かんないので、もうちょっと整理をしたいと思います。 えっと、ディスコースマーカーを分類するとという、えー、のを今出しています。ディスコースマーカーの分類は確立しているものがないので、現状の教科書でこうなっているよという話なんですが、この上位40個はこの7つのカテゴリーですっぽり収まります。まあ、この7つをよく今の高校では教えているということですね。80位ぐらいまで広げると、えー、とこれに入らない、インファクトとか、アコーディングトゥーとか出てくるんですけど、まあ、40位までだとこの7つと。 じゃあこの7つがそれぞれどのくらい出てきているか、共通テストで出てきているかということを、結果を示したいと思います。ちょっと順番にいきますね。で、あの、いっぱい数字がここから出てくるのですが、まあ、ちょっとピックアップしていこうと思いますけども。えっ、ー、と、今ご覧いただいているのは列挙型順番、あとは時間的な順序などを示すディスコースマーカーです。並んでいるのは高校によく出てくるディスコースマーカーの80位まで。 のディススコースマーカーマカが並んでいます出てきているものが高校の教科書によく載っているもので。この×とか三角はこの右下に書いていますが、×は中学校の教科書で2週以下にしか載ってない、まあ、つまり中学校ではやらほぼやらないディスコースマーカー。三角が4週以下なので、人によって中学校でやってたりやらなかったりするもの。何もついていないのが5週以上、つまり中学校でまず通ってきているディスコースマーカーということになります。 でえー、と数字は、まあ、共通テストとかセンター試験でどれくらい出てきたかということですね。でご覧いただくと、まあ、列挙型っていっぱい教科書では出てくるんですが、まあ、セカンドとかサードとかファーストリーとか、よく使われる列挙型のディスコースマーカーってまあ意外と出てこないということがわかります。でまあ、あんまりここで話すと時間がなくなっちゃうんですけど、ディスコースマーカーを教えるときって、やっぱり列挙型が多いんですよね。ファースト、セカンドっていう型を教えると。 いうことが圧倒的に多いんですが、じゃあ,あれはそんなに重要だろうかということが、まあ、この結果からどうかなということは、一つあるかなと思います。はい、えー、と同様にえ示していきますが、例示の表現ですね。0、え、時、ー、の表現は、まあ、結論から言うと、教科書では足らんということですね。 まあ何でもかんでも中学校でこと足りるということではなく、今回の結果でいうと、例示に関しては高校の教科書に載っていないものも共通テストではいっぱい出てきていますので、中学校どころか高校の教科書でもあんまり足らんえという結果になっています。一方ですね、結論に関しては、中学校でそもそもやっていないんですけども、登場自体はしているので、中学校の教科書ではあまり足らないという結果ですね。 ただですね、これ頻度を見てもらうと分かるんですが、そもそも出てきてないので、まあ、結論のディスコースマーカー自体がそもそもどれくらい重要かなという話にもなってくるかなと思います。まあ、結論があまり出てきてないのは、要するに結論をきちんと書くっていう長さのライティングまでいけてないと、指導がいけてないということもあると思います。えー、続いて逆説とか情報の、えー、ディスコースマーカーですが、 まあこれも、えー、と中学校では出てこないディスコースマーカーが共通テストでも出てくるんですが、まあ、圧倒的にこの頻度を見るとバットとハウェバーが多いと、まあ、バットに関しては共通テスト1回受けると37回出てくるということですので、まあ、圧倒的に多いと、まあ、頻度を見てもらうと、まあ、バットハウェバー中学校でやる、えー、もので、えー、ほとんどカバーしていますので、まあ、何点を目指すかにもよると思いますけれども バットハウェバーでほとんどいけるというふうに解釈もできなくはないかなと思います。対比に関しても同様です。はい。えっ、ー、と、点火補足に関しては、中学校ではオールソーしかほとんど出てきません。で、高校ではまあいっぱい出てきますけれども、じゃ共通テストでどうかというと、やはりオール,オー,ルソーが圧倒的に多くて、それ以外もまあ出てくるは来るんですけれども、まあ、1回受けて1回出てくるか出てこないかくらいと。 もちろんこれも、この下に並んでいるものも大事なんですけれども、この優先順位というのがついているかなということが一つありますね。どうしてもこういうディスコースマーカーを並べると、今の教科書もそうなっているんですが、全部一覧にして提示しているということが多いと、どうしてもこの上から下まで全部きれいに覚えなきゃいけないという感じになっているんですが、それはどうかなということがあります。 因果に関しても同様でえ、いろいろ出てくるんですが、特に使われているものはもちろんえ基本的なーとコーズの2つであると。そうすると、まあ、例えばデューティーとか、ダスとかえ、こういうものを指導していることが多いんですが、じゃあーとかコ、えーズが正しく、正しくというか、適切に、えー、ライティングスピーキングでスラスラと使えるようになる、えー、ような、そういう指導はちゃんとできているかなと。 いうところは、まあ、この結果から見ても、えー、思うところはあるという感じです。こ左下に書いていますが、論理表現というのは、まあ、本来、ライティングスピーキングの授業のはずなんですね。でディスコースマーカーがいっぱい並んでいるのは、論理表現の教科書の方が多いんですけれども、まあ、共通テスト、リーディング・リスニングで求められているのがこのくらいであるということを踏まえて、じゃあ、ライティングスピーキングでどこまで必要かなということは、 え、まあ、検討してもいいかなということで、え、今回は、え、示しています。はい、一旦私からは以上ですね。はい、あ、佐藤先生、はい、ありがとうございました。では、あの、また、私、薄倉の方が引き取りまして、あの、続きのお話をしたいと思います。はい、では、あの、私の方で画面共有をまたさせていただきます。では、え、佐藤先生からバトンタッチをまたしまして。 えー、残すところ第1部のメニューはあの2つというふうになります。えー、ここからは3番目の,あのメニューですね。共通テストはちゃんと英語力を測っているのかっていうお話にいきたいと思います。えー、共通テストがあの4年くらい前に始まったときにあの、まあ、世間で聞かれている、私たちの耳に入ってくる、まあ、批判というんですかね、コメントみたいなものとしては、こんなものがあるかなというものを今、挙げています。 えまずあの、スピードテストだなっていうようなあのことはよくおっしゃってる方が多かったかと思います。まあ、もっと言うと、スピードだけを測っているんじゃないかっていう、まああの、細かくちゃんと読めてるかみたいなことは測っていなくて、あの単純にもうどれだけ早く読めるかっていうのことを測ってるテストだっていうようなあのコメントがあったかと思います。えまた、えー、過度な情報処理が求められているのではないか。まあ、言い換えると、英文を読んだり、あの 聞いたりして英文自体を理解することができた人であっても、その読んだ後にちょっとこう情報を整理したりとか、例えば計算をしたりとかして、あの答えなくてはいけないっていう、あるいは表にある形にまとめなきゃいけないとか、そういったようなことが求められすぎてしまって、英文は理解できているのに、その後の情報処理のところであの引っかかってしまって、あの正解ができないみたいな。 ことがあるんじゃないかでこれは果たして英語力を測っているテストなんだろうかみたいなお話が出たことがありました。 また、最後は、まあ、英語のネイティブスピーカーでも、これは時間内に80分、ディーリングだったら80分ですけども、時間内に満点を取れなくて間違っちゃう問題が入ってるんじゃないかと、あるいは、高校の先生であっても、80分の時間内には解き終わらないみたいなことがあるようなテストだったっていうお話があって、そのようなテストをあの高校生に受験をさせるっていうことは、あまりにもあの要求が高すぎるのではないかみたいなお話が聞こえてきたことがあるかなと思います。 でこすべてについて今日ちょっと扱う時間はないので、この2番目にある、まあ、過度な情報処理が求められているのではないかという点について、一つあの研究をご紹介したいと思います。えこちらは、えー、と私があの現在勤務している東京学芸大学の英語専攻の石原さんというあの卒業生がいるんですが、あの彼が2023年度に取り組んだ卒業研究の内容というものになります。 本,来本当は今日あのこのセミナーに石井さんに来ていただいてあの、お話をしていただこうと思っていたんですが、石井さんは現在の岩手県にあります、えー、と県立高校、岩手県立黒沢尻北高校。 通称、黒北とか国領って呼ばれてるらしいんですけど、あの県立高校にお勤めなんですが、と合公務の関係で今日来ることができないということだったので、私があの石井さんの卒業研究の内容を代わりに今から皆さんにご紹介をしたいというふうに思っていますで石井さんはです、ね、あの下に今、タイトルを示したんですが、えーと、共通テストというものが英語力を測るテストとして妥当なものだろうかということを検証をしました。 どんなことを石井さんがやったかというと、共通テストの日本語訳版というものを、日本語を母語とする高校2年生であの共通テストの受験をしたことがない、過去問を解いたりしたことが一切ないという高校2年生に、まあ、日本語で解いてもらったというものになります。でなぜあの石井さん、こんなことをしたかというと、 まあの一分一分が楽に理解できているにもかかわらず、間違えてしまう問題があるんだとすると、それはその言語力の部分ではない部分、それはまあ何と呼ぶかは人によるかと思うんですけど、情報処理能力って呼んだり、情報整理能力、統合能力って呼んだり、いろんな呼び方があると思うんですが、つまり言語を理解するというえ以外の能力のところのウェイトが、 言語を理解するっていう能力よりもより大きくなってなりすぎてしまっているみたいな問題がもしあるんだとするとそれをあの英語のテストとして出題するのはちょっとやりすぎではないかっていうようなあの問題意識を持っていました。でこのやりすぎな問題っていうのが果たして今まで行われている共通テストの中にあのどのくらいあるのだろうかみたいなことを探りたいということで。 えと日本語を母語とする高校2年生に、日本語で共通テストを解いてもらう、リーディングとリスニングを解いてもらうということを行いました。はい、で今日はあの参加者の皆さんにあの、石井さんが実際に作った、えー、とリーディングとリ,リスニングのテストの一部を、えー、体験受験というんですかね、していただこうかなというふうに思います。では、まずあの、リスニングからご紹介したいと思います。えー、と全部で2問 やってみていただきたいと思うんですが、まずは一つ目です。えっ、ー、と例は5年度から全部取っていますので、あの高校にお勤めの先生方はもしかしたらすでに英語版の方はご覧になっている方もいらっしゃるかもしれません。でこれ第2問の問い求というものを持ってきています。指示文は今そこに書いてある通りです。えー、それぞれの問いについて対話の場面がまず日本語で書かれています。 対話とそれについての問いを聞き、その答えとして最も適切なものを選択肢のうちから一つずつ選びなさい。この問い球の場面設定は、ホームパーティーの後でゴミの分別をしていますということです。では、日本語の音声なんですが、聞いてみてください。一、えー、つお断りをしておくと、あのえー、と同級生の中、リシーさんも含めて同級生で自前で、あの えー、演じて録音していますのでそれもしかしたら素人感満載の,あのほのぼのとした音声になるかと思うんですがあのぜひ、えー、と聞いて取り組んでいただければと思いますでは、えー、流します問ペットボトルはここに紙コップはここに入れてじゃあこれはここに入れるべきいやそれはガラス用だよそれはこっちに入れてわかったわ 女性が手に持っているものはどれでしょうか。もう一度流します。ペットボトルはここに、紙コップはここに入れて。じゃあこれはここに入れるべきいや、それはガラス用だよ。それはこっちに入れて。わかったわ。女性が手に持っているものはどれでしょうか。 はいこちらが問題になります、えー、正解はどれかというと、丸四番になります。缶、えー、缶のほうですね。えー、とあの会話は後でちょっと、もしあれだったらもう一回復習しようと思うんですが、えーと、紙コップはどこ、ペットボトルはどこって言った後にあのに、じゃあこれはって言ってあの、これはどこ、あれはどこみたいな、これとかあれとかっていうような言葉がたくさん出てきている問題になります。 で実際、これは、あの、本番の高校生が受けたところでも、正当率が低い問題で、あの、後で結果一覧示しますけども、今回、あの、石井さんの研究で受けてくれた高校2年生についても、この問題については、正当率が低かったです。この4番を選べたという人が少なくて、えっと、3番を選んだ人が多かったのかなっていうふうに思います。では、もう1問、今度、長文問題をご紹介したいと思います。え、第6問の B という問題になります。まずは、えっ、ー、と、 ここに設定が書いてあるんですが、この第六問の問い三十六と三十七というのを体験していただきます。これは、四人の人物が話す、会話を聞いて、それぞれの問い、二つの問いに答えるというものになります。メアリーとジミーとリサとコータの四人が話をしています。状況はここに今載せていますけども、寮に住む四人の学生が、就職後に住む場所について話し合っているというものです。 では、この画面、もう一回状況とかも載せているんですが、この画面をご覧になりながら、音声を聞いて取り組んでいただければというふうに思います。指示文のところから音声含まれますので、やってみてください。ででははきますす第第6 6 36問問問問問 B 6問 B 問36と問37との2問です会話を聞き それぞれの問いの答えとして最も適切なものを選択肢のうちから一つずつ選びなさい。状況と問いい。を、今読みなさいでは始めます。問い36 37。やった全員が町の中心部に就職したね。すごくほっとしてるし、ワクワクしてるわ。その通りだね、メアリー。それで、君は会社の近くに部屋を借りるのそれとも郊外にあら、絶対に会社の近くよ。私は朝が得意じゃないから、会社の近くにいなくちゃ。あなたは私の近くに住んでよね、リサ。ごめんね、メアリー。 家賃が高すぎるのよ。私はお金を貯めたいのあなたはどうなのこうた僕も君と同じだよリサ僕は朝早く起きて電車で通勤するのは気にならないからほら通勤の間に音楽も聴けるしおいおい君たち僕らはみんな若いうちは都会での生活を楽しむべきだよ都会にはやることがたくさんあるんだからジミーが正しいわよそれに私は犬を飼いたいの 会社の近くに住めば、より早く家に帰れて、より長く散歩に連れて行ってあげられるわ。メアリー、あなたの犬だって郊外の方がより幸せだと思わないもっと広い場所があるんだから。そうね。あなたが正しいかもしれないわ、リサ。うーん。こうなると考え直さないといけないわね。そうだな。僕は自分のトレーニング機器のためのスペースが欲しいな。 都会の小さなアパートじゃ、そんなスペースは取れないだろうな。君にはそう言えるかもしれないね、コウタ。僕には都心の狭いアパートでいいんだ。実際、もういいところを見つけているんだ。すごいわね。私たち、いつ行けるかしら。音声はここまでになって、この後、回答時間というものが何秒か設けられています。 回答してみてください。はい、えー、このぐらいだいたい回答時間がもう本番では設けられています。えー、っと、いました。え、はい、回答をお示しします。第六問 B。すみません。音声が流れちゃった。第六。 すみませんえ回答が問い36が、えー、丸1番、ジミーですね。で、えー、問い37は、えー、丸2番が正解というふうになります。で、この問題が最初に、あのこれで令和5年ですけど、一番最初の共通テストでこの4人が話すっていう問題が出たときにあの、受験が終わってからの,あの受験した、えー、と高校生というか受験生たちが、当時、ツイッターですかね、今、X で。 わーって言ったのがこの4人の声色を聞き分けて誰がどの声が誰かっていうものをあの理解するのにすごく負荷がかかったとあの名前を別に最初自己紹介してくれるわけでもないので聞きながらこれは地味だなとかこれはメアリーだなとかっていうふうにそういう処理もしなければいけなかったので英語の,あの会話の中身自体を聞き取る以上にそれがあのしんどかったなんていうコメントが SNS 上とかでは出ていたりしたかなというふうに思います。 ここまでが、えーえー、とリスニング、他の問題も実際、石井さんの研究では受けてもらったんですが、特にあの正答率が低かったものというものを今、2問やっていただきました。では、えー、どんな結果だったのかというのを次のスライド、こちらでお示しします。えー、と実はあの、高校生、ちょっとやっていただくときに、フルバージョンでやっていただく時間がなかったので、少し問題をあの間引いて、大体半分ぐらいの問題数にして、えー、受,受験をしてもらいました。 であの高校生以外にも、実は大学生とかあの大人、大学の教員で、日本人の大学教員とか、英語母語護者の,あの大学教員にも一応受けてはいただいているんですけど、まあ、今回ご紹介、最初にしたのは日本人高校生ということでお話をしました。でこちらが結果です。でまず、日本人高校生20人は平均すると、大体あの100点満点に換算すると 86.、86.8%ぐらいが平均正答率でした。で今、体験していただいた、問い9、問い36、問い3 0 7の平均正答率があ、ごめんなさい、平均正答率じゃなくて何、何パーセントの人が正解したかっていうのが、こちらに載っています。問い九、さっきの,あのペットボトルは、どことかいうあの問題ですね。あれは15、えっと、十五パーセントの人が正解しました。かなり正答率が低いですね。で一番表の一番下にあの、この年度の共通テストの受験生の正答率も載せていますが、こちらもかなり低くなっています。 問36は60%、問37は75%ということで、まあ、100%にはあのいかなかったということですが、問9がやはり結出して、あの母語でやったとしてもあの、これだけ正答率が低くなったということは、もしかしたら問9のような問題は、英語が聞き取れていても、別の原因であの混乱してしまって、正解にたどり着けないなんていうようなことがある問題で、ちょっとやりすぎの問題かもしれないななんていうことを、あの石井さんは考察をしています。 では、えー、続きまして、リーディングのお話を少ししたいと思うんですが、えーと、リーディングの問題はちょっと今日やっていただく時間がないので、あのこんな問題ありましたよっていうのを簡単にお示しして、結果をお伝えしたいと思っています。はいえー、こちらの、えー、問題ですが、第4問のダブルパッセージの問題で、今お示ししているこの,あのオックスフォード、ティム・オックスフォードさんというあの中学校の先生の、えー、と書いた文章と、あと、 あのチェン・リーさんという大学教授の人が書いたこの2つの文章を読んで問いに答えるというような、えー、問題でした。はいえー、で、えー、問いが全部で5個用意されていて、あのこんな感じで問1、問1問2問3問4問5というふうになったんですが、えー、この中であの、えー、日本語で高校生に受けてもらったときに、正答率が他よりも顕著に低かった問いがありました。えー、とこれが、えー、と問3になります、ね 問,3の問題は、えー、正答率が日本語であった場合でも低かったです。ちょっと結果を先にお示しします,すま、えー。こんな感じですね。高校生のところだけまずはご覧ください。あとで必要があれば、第2部のときにこのスライドを再度お示しすることもできますので、えー、ご覧ください。はいえー、こう見ていただくと、まあ、問26と問27の高校生の正答率が。 えー、47 36ということでかななり低くなっていますでこのまあ原因として石井さんが考察したのはの選択肢がちょっと分かりにくかったんじゃないかっていうこのもう一回画面戻しますが問いさんの,この,あの選択肢の1から6の中からこの日本語の文章に合う問いのとこにある日本語の文章に入れるものをあの選ぶんですけどもこの延長されたっていうのと集中したっていうのが正解なんですがこの延長されたっていう 単語自体がどういうものなののかっていうのが、これ実は27番に入るんですけども、延長された感覚で勉強する分散学習とかっていうときに、これがちょっとなんか、日本語でも理解がしにくい選択肢で混乱してしまったんじゃないかみたいな考察をしていました。結果のスライドに戻りますが、でこういったあの母語でやってもあの正解者が少ないみたいな問題については、それを英語で出すというのは少しやりすぎではないかという。リーディングでも例えばこんな問題っっていうのはちょっと あのもしかしたら不適切かもしれないというような考察ができるかと思います。以上が石井さんの卒業研究のご紹介、あのごく一部になるんですが、ご紹介になります。では、残りの時間5分くらいなんですが、ちょっと駆け足になってしまうんですが、最後のトピックですね。これから先の共通テストのお話をしたいと思います。先ほど冒頭でも申し上げたんですが、2025年の1月実施の共通テストから、 こんなふうになにります。新学習指導要領に基づく教育課程で3年間フルに学んだ高校生たちが初めて受験するテストということで、新学習指導要領対応の新傾向の問題が各教科で出題される予定です。で、そのサンプル問題というものがすでに公開されていますので、そのリーディングとリスニングがどんな問題が出るのかというのをご紹介をしたいと思います。すでにあのご覧になっている先生方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、あのお聞きいただければと思います。 まずは、えー、リーディングの方からですね。えー、リーディングは新傾向の問題が2つ、えー、出るというふうにあの紹介をされています。まず1つ目は、えー、授業中におけるスマートフォン使用の是非というテーマで自分の意見を述べる文章を書く、ライティングをするということを前提としてあの、そのための準備としてリーディングをするという設定での問題になります、えー。ステップが3つあって、それに沿って問題が出題されます。 まず1つ目はスマートフォン使用に関するさまざまな意見を読み、根拠を理解して論拠を整理するで。自分の立場を決め、賛成、反対を決めた上で、エッセイのアウトラインを考えて補充となるような追加資料を読み取るというようなものです。ちょっと時間がないのですみませんあの、全体像のぼやっとしたところだけをお示しするんですが、指示文は今申し上げたことが英語でまず書かれています。でこちらが、あの スマートフォン使用に対する5人の人の意見、短めのパッセージを5種類読むというもので、肯定的な人もいれば否定的な人もいたり、中立的,中立的な意見を持っている人も混ざっているので、まずはそれぞれの意見の論点を読み取らせる問題が、えー、出題されます。で、そのっ、えー、と、あなたはスマートフォン使用を認めるべきではないという立場を取りますよという指示があって、では、あの今読んだ5つの人の意見の中で、自分の立場を支持するものを選んで、 2つ選んでそれに共通すするものを読み取りなさいといとう問題が続きますそして最後にエッセイのアウトラインが示されてこのアウトラインに沿ってこれから書いていくわけだけど理由を3つ述べることになるので理由の2つ目と3つ目に使えるような情報というものをこれから読み取りなさいという指示があって2つのまたやや短めのパッセージとグラフを添えたパッセージを読むことが求められます。 こういった形でこうライティングを意識したリーディングというものをあの想定した問題が1台出題されます。えー、もう1つ、リーディングの神経講問題があって、これもあのライティングを意識した問題になるんですが、英語の授業で環境に配慮したファッションをテーマとして文章を作成する過程で、えー、自分が書いた原稿に対する教師のコメントを踏まえて遂行するという問題です。ちょっとこれは指示文なので飛ばします。えー、こんな感じで、えー あなたの書いたドラフトがこれですよで横にコメントとして先生から4つほどあるのでこのコメントに合わせてどういうふうに修正したらいいかを選択肢から選びなさいという問題になりますでここについてはちょっと佐藤先生にご登壇いただこうと思うんですが、えー、とディスコースマーカーについて問う問題が、えー、4つ今示している中で出題されているので佐藤先生に一言コメントをお願いしたいと思います佐藤先生スライドを切り替えます、はい はい、では一言お願いします。はい、えっ、ー、とこういうふうにですね、まあ、生徒のライティングに対してえっ、ー、と教師側がフィードバックをしていると、そのフィードバックに対してディスコースマーカーを入れましょうという問題が出ています。で、作成方針としてこれが論理の問題ですよということを言っています。で、まあえっ、ー、と。 私の立ち位置を言ってしまうと、この問題の出題は大反対、えー、で、えー、まあ理由としては2つあってですね。まあ1つは先ほどの出席番号の例みたいに、えー、ディスコースマーカーというのは正解は1位に定まらないものであるというスタンスですので、まあこれは決まらないと。でもう1つは実質的に文法問題復活させているよねということがありますね。でここ選択肢並んでいるのは、えー、と共通テストでほとんど出てきてないものなんですね。で、こういうものを選択肢で並べると、あやっぱりディスコースマーカーって 教科書に出てるものも出てないものも、網羅的に覚えなきゃいけないんだなっていう、まあ、悪い波及効果になってしまうだろうなという懸念をしています。はいあ。ちょっと時間がないので、とりあえず以上ということで。はい。はい、ありがとうございます。では、えー、っと続きですね。最後に、あのリスニングの問題も、神経向の問題が1つ出るので、それをご紹介して、第1部終わりにしようかなと思います。えー、このどんなサンプル問題かというと、 えと目的場面設定があ、目的場面がありまして、幸福感に関する大学の講義を聞いて、その内容を理解する、これは今までも出されていました。でその次ですね、その後学生同士が講義内容を伝え合ったり、その講義内容や自分たちが調べてきたことを踏まえて、ディスカッションしているという音声を追加で聞かされ,聞かされるとか聞きます。でそれを聞いいて答えるとううような問題が 新しい傾向の問題として出題されるというふうに公開されています。ちょっと具体的に見ていただくと、この,あの問題自体は、今までの共通テストでもあったような、講義を聞いて、その内容を表に埋めるというのはう、これは今までもあった問題なんですね。で、この次ですね、えー、とこちらになりますね、えーと。問い32のとこがあるんですが、講義が終わって、あなたは要約を書くために、グループのメンバーにこう口頭で内容を確認していますと。 えー、A さんと B さんが発言しているので、その発言が要約として適切かどうかということを判断しなさいというような問いが新たに加わります。そしてもう一つ最後ですね、えー、と講義を聞き終わりました。要約のものも解きました。さらに今度、じゃあ講義を受けてその後のディスカッションをしているという音声を聞きなさいという問題が出て、そのディスカッションの内容に合ったものをあの選びなさいという。 ような問題が追加されるということで、講義を聞いてその内容を整理して終わりではなくて、その後のやり取りみたいなものが続いて、えー、そこから自分の意見を書いたりとか話したりするっていうことを想定したようなあのリスニングに取り組ませるっていう、そういうものが新傾向として出るということが言われています。えー、ではまとめます。今の共通テストの新しい問題というものをご紹介したんですが、 まああのざっくり言うと、中学英語基礎力が重要という路線は当初はされているようです。ただし、えー、タスクが複雑化するあの可能性というものはあるので、まあ、あのやりすぎということにならないようになってくれたらいいなということは、個人的には思っています。はい、で、まあ、こういったあのテストに対応するためには、これは変わっていないんですが、中学英語基礎力のより確実な定着というものを高校で目指していかないと、ますます点数が取れないということになってしまいそうではないかなと思っています。 1> 第1部はここまでになります。